少し休もうかしら。さて、この前のセイラン政府からの任務だが、邪魔が入り続行不可能と完了報告をしておいたよ。僕がなあ、全く誰も事務処理をやらないから仕方なくやってやったんだぞ。さすがシデン君、頼りになるね。今後もよろしく頼むぜ。調子に乗るな。じゃあまた新たに怪異討伐任務が下されるのかしら。確かカレンはそんな風に言ってたわよね。カレン連隊長といえば、カレンが未来で言っていたことが気になる。確かあの時。どうして今なんだ。お前がもっと早くたどり着いていれば、怪異化した人間を治療する術が見つけられたかもしれないのに。やっと助けられる。カレンの発言を言葉通りに受け止めるならば、カサネの超能力が怪異化を元に戻す手がかりのはず。教科お姉様、急にどうしちゃったのよ。いや、カレンはどうして今なんだと、もっと早くたどり着いていればと言っていた。ブレインイーターで念力をコピーするならいくらでもチャンスはあったがしていない。だが求めていたものがレッドストリングスとするなら、治療とは治すわけではなく肉体の時間を。強化、落ち着いて。え、一体どうしたって言うんだ。まるで集中した時の嵐みたいだったぞ。そうかしら。おかしいわね。そんなつもりいなかったんだけど。いろんなことがつながってトランス入ってたんじゃね。強化お姉様にしちゃ珍しいが。だが今の強化の発想は興味深いぞ。確かにカレンはカサネが鍵のように言っていた。そうね、カレン連隊長にとってカサネが大事な存在なのは間違いないと思うわ。私がセイランに来たことも、もしかしたらカレンが。ないとは言えないな。だとしたらカレン連隊長は一体何を考えているんだ。お話し中にごめんね。カサネ隊に怪異討伐任務の出撃命令よ。水葉川新都市開発特区に高い確率の怪異予報が出ているわ。すぐに現地に向かって。だってさ、考え事は後に回して、とりあえずお仕事に行くとしない。そうね、
ここで考えていても仕方ないし、でも注意だけは払いましょう。海位予報が出たポイントはこの辺りなのよね。ええ、この付近に現れる海位を討伐するのが任務よ。こんな偏僻な場所より警戒すべき場所は他にいくらでもあるんじゃないのか。この辺りはトゲツとの交易ルートってやつなんだよ。偏僻に見えて実は重要な場所だったりするんだ。これがトゲツは孤立した宗教自治区なんて言われてるけど、利害が一致していれば取引などを行うことはあるそうよ。あくまでビジネスの上での関係で不要な馴れ合いはしないというわけね。それでみんなはどうしたいの？おやおや、カサネちゃんが意見を聞いてきたぞ。いつもならさっさと怪異を探しに突っ走るのに。そう、意見はないのね。ならいつものように行くわ。待て、意見がないとは言ってない。カゲロ、お前もカサネをからかうな。悪かったよ王子様、そうカリカリすんなって。誰が王子様だ。別にどうでもいいわ。それより意見があるなら早く言って。意見は、いや、特別ない。交易ルートの輸送計画をさらってみたが、この時間帯に利用する予定は見つからなかったからね。なら海位討伐に集中して大丈夫ということね。それじゃ各自警戒を強めつつ前進。待って、今救援要請が届いたわ。その先で輸送隊が海位に襲われているみたい。おいおい嵐、この時間帯に輸送計画はなかったんじゃねえの？確かに予定は空白状態だった。輸送隊がいるのなら正規の交易ではないということだろう。タイミングが良すぎる。罠という可能性もあるぞ。様子を見るか。はるか、救援要請ということはセイラン側の信号よね？ええ、セイラン海抜軍による正規の救援要請よ。だとしたら無視をするわけにはいかないわ。今の私たちはセイランの海抜軍なんだし。そうね。それに助けを求めてる人がいるなら放っておくわけにはいかないわ。はてさて、鬼が出るか蛇が出るか、気を引き締めていくとしますか。救援信号が発信された地点の位置データを送るわね。しまうのも仕方ないことだがな。
あれは討伐を依頼されてた怪異じゃないか。みんなの攻撃を確認したけど大丈夫だった？水浸しになると動きにくいのよね。敵が珍しいものを脅していったわよ。頭上注意よ。次。外角への攻撃が効いてる。破壊を狙うわ。まだこれからよ。気を抜かないで。俺の出番で、さすがカサネ。巻き返すわよ。うっとしい。弱ってる隊員がいる。注意して。倒れるのは早いわ。動けなくなりそうなメンバーがいるわ。華麗に参上。怪我ないか。影の巻き返すわよ。なんとか助かったわ。僕としたことが。外角が壊れた。弱点を狙いそうね。
上注意よ。お手並み拝見だな。重ねのためなら。僕としたことが。もらい。サポートしてやるか。強化お願い。敵は麻痺状態ね。今のうちよ。なかなかいいものが手に入ったわよ。ずっと同じ顔を見ている気がするぞ。試練の放電が有効かもしれない。なるほど、ここは体力を温存するわけか。体調は万全よ。私が戦った方が良ければいつでも声をかけてね。集中して。よし、ステルス開始ってか。
じゃあ、あとよろしく。やるじゃないか。嵐渡して。はっ。はっ。勝手に決めるわ。終わりだ。無駄よ、罪に。カズちゃん、いけ。影の手伝って。よし、敵は我々を見失っているぞ。あとは任せて。そこ効いてるわ。重点的に狙って。私がやる。それに決めて。水での攻撃を確認したけど大丈夫だった？水浸しになると動きにくいのよね。いける。ズミン、カズちゃん、いけ。カズちゃん、お疲れさん。よっ。
せ。はっ。おい、大丈夫か？君たちは重ね隊員、それにそうか、君たちが来てくれたのなら安心だ。ひどい傷だわ。喋らないで、今応急処置をするから。私は大丈夫。それよりタイの仲間を助けてくれ。トラックはまだ襲われているはずだ。カイだが、あれは人間だった。スオウの連中が人をカイに変えて。人をカイに。重要な任務なんだ。君たちはどうかトラックを護衛し、特異生命研究施設へ。貴重な情報ありがとう。君はここで救助を待ってくれ。後のことは私たちで引き受けるよ。はるか。はい、救助隊の出場は要請済みです。しかし、特異生命研究施設だと。ナオミがいた研究所のことだよな。急ぐわよ。人を怪異に変えるなんて絶対に許してはおけないわ。あ、勝手に動くつもりはないわ。いいわよね。同意見ってのは尺だが、急ぐってのには僕も賛成だ。ありがとう、シデン。礼なんていらん。それより早く来い。置いていくぞ。カサネも人間味が出てきたな。いや、視野が広がったのかな。みんな仲良くなってくれて嬉しいわ。さ、輸送隊を助けに行きましょう。やれやれ、これはいよいよ。あ、ただの交易のためのトラックではなさそうだ。さっきの人が言ってたトラックというのはあれね。輸送隊の人員は見当たらないけど。おい、見てみろ。荷台のところに誰かいるぞ。棒みたいなのでガンガンぶん殴ってやがる。頑丈なドアね。ハッキングもできないし、もうさっさと壊れちゃってよ。腕が疲れる。あれは児玉、あなた何をしているの？あら、裏切り者の強化たちじゃない。ヤッホー、元気してる？ん？何その怖い顔。児玉、あなた人を怪異に変えてこの輸送隊を襲わせたの？だってセイランの研究施設に搬入されるんでしょ。貴重なもんが入ってそう。運んでるものから研究内容を探るつもりなんだろうが、相変わらずお前のやり方はむちゃくちゃだな。だってこれが一番手取り早いんだもん。ってことで私を見逃してくれない？ダメ？いやいや、さすがに無理だろう。あらら、残念。じゃあまあ仕方ないか。みんな殺すけど恨まないでね。今度はもっと楽しませて。人を怪異にするなんて、どう
してそんなひどいことができるの。やだ、熱くなんないでよ。悪気はないのよ。ちょっとどうしよう。何じゃないか。逃げられる。そのふわふわと漂っているものに近寄るな。かだね、食らうと様子がおかしくなるんだ。やるか。この頭の姿はどういうこと。複製体じゃないわ。これはまさか変身能力。殺を使っている様子もないのに。もらっていくわ。びっくりしちゃったわ。こだま様の3つ誰にも見せたことなかったんだけど。いいわ、どうせここで死んでもらうんだし。お手並み拝見だな。こだま、武器を捨てておとなしくして。聞きたいことがいろいろあるわ。そうね、囲まれちゃってるし逃げ道もなさそうだし、なんてね。逃げ道くらいちゃんと用意してるわよ。しまった。じゃあね。逃げられたか。トラックは一応無事のようだが、このまま護送任務を引き継ぐのか。そうね、さっきの人が重要な任務だと言っていたし、その方がいいのかしら。じゃあ討伐任務の方は私から連絡を。ちょっと待って、
近くに気になる反応があるわ。セイラン側の海抜群じゃない。もしかしたら小玉の部下がまだいるのかも。トラックを追われると面倒なことになるわね。私が様子を見て必要ならここで足止めするわ。だったら加勢するぜ、教科お姉様。奇襲なら俺様の大得意分野だからな。嵐たちはこのトラックを得意生命研究施設へ無事に送り届けてちょうだい。そういうわけだ。後のことは頼んだぜ。ち、勝手に決めて。昔の重ねか。一言余計よ。あっちは強化たちに任せて、私たちはトラックを運びましょう。トラックはまだ走れるわよね。ああ、問題ないよ。多少外装に傷がついているがね。荷台は強化装甲のようだが、ベコベコじゃないか。鉄パイプなんかでここまで変形させられるとはな。小玉のやつ、相変わらずのバカ力だ。うん。遅いじゃないか。早く荷下ろししてくれよ。私は搬入先の準備をしてくるからな。やれやれ、まさか力仕事までやらされるとは。めんどくさいことになったな。はるか、強化たちから何か連絡はない？それが水波川との通信状態が悪くて、まだ何も。上空の断絶の帯の影響なんだと思うんだけど。そう、わかった。じゃあさっさと仕事を終わらせましょう。みんな聞こえる？よかった、無事だったんですね。カゲロウもか？当然でしょと言いたいところだが、ちょっと厄介なことになっちまってな。水波川にいたのは小玉の部下じゃなくてユイト隊だったの。しかもトラックに気づかれて。ユイト隊が？それじゃまさか二人は？ええ、トラックを追われるわけにはいかないから、足止めのために戦った。ま、時間稼ぎ程度にな。あとは強化様の複製隊と俺の透明化で追跡は巻いてきたと思いたいんだが、あっちにはつぐみちゃんの目があるからな。投資能力か。安心はできないね。私たちはもう少し各乱に動いてから合流するわ。念のためそっちも気をつけて。了解したわ。何かあったら連絡して。ごめんなさい、断絶の帯の影響でユイト隊の捕捉はできそうにないわ。仕方がない。我々はこの面倒な作業をまずは終わらせるしかないようだ。一台分の荷下ろしは大体できたわね。どれも同じ箱みたいだけど。シデン、どうしたの？ぼーっとして疲れた？ふざけるな。疲れてなどいない。ただこの積み荷が気になっただけだ。しまった。何をやっているのシデン。気になるからってロックを外すのはやりすぎだわ。違う、勝手にロックが外れて。え、どうした？怪異でも入っていたか？違うが、こいつはなんだ。一体何が入って？あ、これは人の頭。こっちも、こいつもだ。ここにあるケース
全部に。こんなもの一体何に。いや、この研究施設のことを考えればわからないでもない。餌か。でもお姉ちゃんはアンプルの薬を取ってるって言っていたわ。多分怪兵器の研究用に。もしくは、いや、推測で話す内容じゃないな。これって渡月から人の頭が輸送されてきたってことになるの。さっきの研究員、搬入先の準備とか言ってたわね。施設内を探れば何かわかるかもしれないわ。荷下ろしはまだ途中だが、気になるのは確かだな。あの研究員が向かった方を調べてみるか。ユイトたちにこの場所がバレたら厄介なことになる。そうだな。その時は僕らも戦うのか。やるしかないでしょうね。そうならないよ。強化たちがうまく。巻いてくれればいいんだが。なかなかいいものが手に入ったわよ。何度来てもここは不快だな。鼻をつく嫌な匂いがする。やっぱりそうか。まさか。そのまさかだよ。怪異の餌は人の脳だ。そしてここの研究施設で扱っているものは怪異とアンプルか。そんな。このアンプルは。でもそれじゃあお姉ちゃんは。みんな聞いて。今この研究施設の裏口の方で外部からの侵入者が検知されたの。それでセイラン政府より任務のアップデートが来たわ。侵入者はユイとスメラギたち、ニューヒムカの海抜群、生死問わず排除せよとのことよ。ち、こんな時にユイトたちか。セイラン政府は何としてもユイトを抹殺したいようだね。一刻も早くクナドゲートという脅威を排除したいんだな。生死問わず。カサネ、どうする気だ。世界のためには殺すべきだわ。
でも私ずっとみんなの言葉に耳を貸さずに来たから、みんなと同じようにもしかしたらユイとも私に話したいことが。待って、もう一点補足事項があるの。もしこの任務を拒否した場合、証拠隠滅のため研究対象を殺処分する。そうよ。ナオミを人質に取られたってこと？ああ、私がセイランの上層部だとしても同じ判断をするだろうね。ナオミは君のアキレス腱だ。だがそんなことできるのか。セイランにとっても貴重な研究対象だろう。そうだ、それにカレン連隊長だって許すはずがない。ユイトの暗殺任務だって止めていたんだろう。その件はカレンがナオミを守るという根拠にはならないね。まあカレンが人間由来怪異を道具のように扱うことはないだろうとは私も思う。しかし今回の任務は正規のルートで来たものだ。つまりカレンが容認した可能性もあり得るんだよ。でもただの脅しの可能性だって。脅しかどうかは重要ではないね。ナオミに手出しされないという確証があるかどうかだ。それは、我々はすでに一度暗殺任務に失敗しているからね。そこに隊があったと思われたならこの反応も不思議じゃないさ。ナオミを連れて逃げることもできないしね。だったらユイトたちと戦うしかないってことか。隠れましょう。本気か？ナオミの身が危険なんだぞ。いえ、ここで正面から戦うのは無謀だと言いたいの。隣のエリアに隠れて奇襲を仕掛ける、体を保つ。なるほど、それならここを離れる言い訳にはなる。多少だが考える時間は稼げそうだ。ハルカ、作戦報告して。私たちは侵入者を待ち伏せし好機をうかがうこととする。以上。了解、幸運を祈るわ。ユイト隊、予測通り工場区画に向かっているわ。30秒後にエリアに到達予定。ユイトたちとの接触後から管制システムのデータをセイラン政府側にも回すように命令が来てるの。つまりユイトたちとの会話は監視されることになる。気をつけて。了解。ユイト隊到着まで5、4、3。この設備は一体何かの製造ラインみたいだけど。なあ、運ばれてる箱みたいなの、さっきの輸送車の積み荷と似てないか？どうした、つぐみ。顔が真っ青だぞ。つぐみ、先ほど僕が持ってきたものと同じものが入っていたんですね。生首か。嘘、これ全部な、何なんだこの場所は。さてどうするかさね。考えはまとまったかい？まとまるも何も選択肢なんてない。あとは覚悟の問題よ。戦うしかないのか。そういう任務でしょ。それにユイトたちをこのまま返したら、この研究所やアンプルのことが世間に広められる。そうなったら怪異研究が止まるかもしれない。ナオミはどうなるの？どちらにせよ私にはユイトを殺すしか道がない。アンプルの材料については何も考えないのか？考えてないはずがないでしょ。でも考えたところで仕方がないわ。それが
重ねの答えなんだね。何を馬鹿げたことを言ってるんだ。全てをぶちまければいいじゃないか。あいつなら事情を汲んでくれる、そういう甘さを持ったやつだ。つけ込めばいいだろう。つけ込んだところでどうするの。結局セイランの意には背くことになる。ナオミを助ける方法があるなら教えて。それは、まあ二人とも落ち着きたまえ。痛み分けにするという手はどうだろう。我々はこの大事な施設に被害を及ぼさないように気を使わざるを得なかったとでも言い訳するのさ。ユイトたちの戦闘力を考えると勝利できずとも仕方ないという説明はつくだろう。だが一方的な敗北は疑われる。限界まで粘るんだ。私が出せる知恵はその程度だよ。すまないね。わかった、それなら賛成する。私もそれで構わないわ。みんなそろそろユイトたちと接触しないと。行きましょう。これ以上は疑われる。あのアンプルは。気持ち悪い。まさか嘘だろ。だってあれはスプリング製薬で。強化たちは負けなかったのね。これは一体何なんだ。答えにはたどり着いたんじゃないのかな。ここはスプリング製薬のセイラン工場。正確に言えばセイラン自治政府と共同で運営している怪異の研究所だ。そこに首を運んでいるわけですか。薬の材料として。シデン、心を乱さないで。今はユイトを仕留めることだけ考えるのよ。ちょっと待て、話を聞かせてくれ。おい、俺を殺そうとする理由も話してくれないどころか、こんな残酷な施設のことを隠そうとまでして。ここで行われてることを見ても何も感じないのか。風もみんなも何考えてるんだよ。この程度。今人間性時代から私カザレのことすごいなって思ってた。なのに今のあなたはユイトの命を狙ったり、この施設のことを隠そうとしたり。ねえ、どうしちゃったの。こんなのカザレらしくないよ。そうでしょ。僕としたことが。何も知らないくせに勝手なことを。だったら教えろよ。俺たちが何も知らないのはそっちが何も話してくれないからだろ。これも僕が適切を追うとは。いいものが入ってた。キャッ、サポートしてやるから。精神のライブを見せてやる。倒れるのは早いわ。おかげで元気になったよ。今だ。巻き返すわよ。嵐渡して。てもらう。はっ、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 は
るじゃないか。引いてもらう。倒れるのは早いわ。ちょっと助けだからっていい気になるなよ。まだだ。借りるわ、して。やらせん。引いてもらう。失礼。殺されるわけには。弱ってる隊員がいる、ほら注意して。えっ、そりゃ行くしかないのか。やらせん。殺されるわけには。僕とした方が動けなくなりそうなメンバーがいるわ。倒れるのは早いわ。おかげで元気になったよ。やらせん。引いてもらうな。やらせん。今今だ。
倒れるのは早いわ。ちょっと助けたからっていい気になるなよ。重ね。あれ。から止まってくれ。ひょひょいっと。やられたわ。人間の生首を使って薬を作るなんて正気じゃない。それでもこの薬がなければナオミを助けられない。ナオミ、どういうことだ。ここは何のための施設なんだ。それはそれ以上の情報流出は看過できません。あなたはこの前の政府の人。ごめん、通信に割り込み命令だって言われて。相手の言葉に耳を傾けず排除に注力してください。私たちは働きに見合った見返りを必ず用意します。見返りねえ、それはナオミの安全のことかな。明確に答えてもらおう。海抜群の通信はログが残るぞ。それはなぜ答えられない。さては独断か。カレン連隊長の許可を取ってないんだろう。方針の変更があった。任務は取り下げる。次の命令を待て。政府側との通信全て切断を確認。みんなもう監視の目はなくなったわ。僕はもう我慢がならない。全部話すぞ。私が話す。嵐の話した通り、ここはスプリング製薬と提携した怪異の研究所よ。ここに運ばれてくるのは死んだ人間の大脳。一部は捕獲した怪異の脳に移植して怪異兵器化され、残りは薬品に変えて怪異の食料にしているの。本当にセーランは大丈夫なのか。確かにニューヒムカは腑に落ちないことが多すぎる。政府の監視の目があらゆるところに向いていることも、情報の管理統制をしていることもおかしい。でも反乱を起こしたセーランだっておかしいじゃないか。人間の脳を怪異に移植したり、薬にして
流通させているなんて、こんなこと許していいのか。許しがたいことだね。うん、もちろんそうだろう。だがそれを容認するほどにまで追い込まれている人間がここにはいるのさ。兄さんのことですね。そして重ねもね。大切な人間を怪異に変えられた者はあの薬品にすがるんだ。あの薬を投与された人間由来の怪異は脳が安定し、一時的に正気を取り戻す。会話もできる。カレンにも怪異に変えられた家族がいるのか。家族ではないね。ルカやフブキから聞いていないかな。アリスさん。ユイト、また脳に負荷が。ユイト、ユイト、ユイト、大丈夫？一体どうしたっていうの？その苦しみ方、尋常じゃないわ。ユイトの脳に異常が出てるの。超能力を使って脳に負担がかかると言語障害や記憶障害が出るようになって。もう大丈夫だ。痛みは収まった。これは。しまった。お取り込み中のところ悪いが、ここは痛み分けとして引いてくれ。ほら急いで逃げないと怪異が来るぞ。僕たちも一旦引くぞ。重ね、それでいいな。ええ。ごめんなさい、はるかから聞いたわ。私たちがいない間に大変なことになっちゃってたみたいね。ユイトたちは引いたんだろ。だったらまずはやることがあるんじゃねえの。そうだ、お姉ちゃん、お姉ちゃん。ち、仕方ないやつだ。私たちはナオミの状況を確認してくる。強化たちはどうする？今どのあたりだ？私たちもすぐ近くまで来てるから、ナオミの部屋で合流しましょう。通信のログが残るなんて話は初めて聞いたぞ。ご明察、あれはただのハッタリさ。連中がまんまと引っかかってくれて助かった。しまったのか。聞こえてきたの、研究所の人が話してた。ユイトさんたちに生首見られたって。落ち着いてお姉ちゃん。もう嫌なの。人の脳だなんて知ってたら私嫌だって言ってた。そんなのいらない。ひどい現実だけれど、アンプル剤の力でこうして話すことができているのも現実なんだよ。
ことない。お姉ちゃんはお姉ちゃんだよ。ありがとう、カサネちゃん。でも泣き言を言ってもいいかな。私つらいよ、こんなの耐えられない。こんなことまでして私生きていたくないよ。待って、お姉ちゃんを元に戻す方法を見つけるから。だから生きるのを諦めないで。ごめんね、カサネちゃん。お願い、今は一人にして。お姉ちゃん、しつけのなっていないドブネズミども、聞こえているな。ナオミの部屋を出てこい。カレン連隊長、研究所に来ているの？この研究について話してやる。ナオミを落ち着かせるためにも速やかに移動しろ。行きましょう。お姉ちゃん、また来るから。ごめんね、カサネちゃん。俺が思っていた以上にセーランの意思統一がなされていなかったようだな。その前に振り回されたドブネズミに謝罪の一つくらいやってもいいんじゃねえの？貴様にはいろいろと貸しがあるだろう。お、謝罪なんてどうでもいい。それよりナオミを人に戻す方法はまだ見つからないの？ここにいたらナオミは。まだだ。ナオミのメンタル面への考慮はするが、今はここ以上に可能性がある場所はない。だとしたらナオミをなだめすかしてでも薬を摂取し続けてもらうしかないってこと？そうさせるんだろう、この男ならね。セイランはなぜこんな研究をしているの？人の脳を使ってカイをどうしようとしているの？そうだな、お前たちにも話しておくべきか。セーランとスー、つまりニューヒムカ政府の真の思惑、両都市とカイ、そして断絶の帯をめぐる問題について。断絶の帯について？スオーはカイの脅威から逃れるために断絶の帯の消滅を狙っている。しかしセーランは断絶の帯を自分たちに必要なものだと考えている。スオーとセーランの間で起きている争いの根底にはそういった断絶の帯をめぐる意見の相違があるんだ。スオーの方はやり方はともかく意図は理解できる。しかしセイランの主張はどういう意味だ？断絶の帯に必要性など何もないだろう。カイだって断絶の帯からやってくるんだぞ。セイランはカイに対抗するための研究を進めながら、一方で断絶の帯が消滅する事態を避けようとしている。もし断絶の帯が消えたらどうなるのか、どう思う、カゲロウ？おっと、そこで俺に振るのかよ。んな難しいこと俺に聞かれたって困るんだけど。まあいい、俺にとってはどちらの真意もどうでもいいことだ。それよりも重ねな、何？お前の今回の行動は軽挙妄動だったな。なぜ責められなきゃいけないの？私はナオミのためにできることをやったまでよ。セーランの脅しは単なる駆け引きの材料ではない。敵対勢力であるユイトへの情報漏洩などナオミを盾に取られるような言動は慎むんだな。話はここまでだ。勝手に切り上げるな。こっちはまだ聞きたいことが。
自分たちの立場をわきまえて行動しろ。それがナオミのためでもある。以上だ。ずいぶんと慌てていたわね。何があったのかしら。カレンは明らかにまだ情報を隠し持っていそうだがね。ねえみんな、いろいろあったし、一度アジトへ戻って休息を取った方がいいわ。そうね。お姉ちゃん、もう少し我慢して。必ず助けるから。はるかもアジトに来たのね。本部だと例のお役人様と顔を合わせる機会がありそうで、ちょっと居づらくなっちゃったの。すまなかった。通信が記録されてるなんてハッタリも使ったし、はるかがまずい立場に。だってあいつの真っ赤になった顔おかしくって。直接顔を合わせたら絶対笑っちゃう。いやいや、いっそ笑ってやりゃよかったんだよ、あんなクソ子役に。お姉ちゃんをあそこであのままにはしておけない。早く元に戻す方法を見つけなきゃ。このままカレンに期待していて本当にいいのかしら。カサネ、あまり顔色が良くないわ。おい、また何か一人で自己完結してるんじゃないだろうな。いえ、ごめんなさい。そんなことはないわ。お姉ちゃんを助ける方法について、カレンが私の超能力が関係あるって言ってたわよね。そんなこともあったっけかな。けどそれがどういうことかは聞いてないんだよな。怪異研究施設のこともあって、カレンを頼ればお姉ちゃんをきっと助けられる、そう思ってたけど、本当にそうなのかしら。考えてみたら、私はまだ知らないことが多すぎるわ。確かに、そもそも怪異についても我々に分かっていることはほとんどないからね。だけどその怪異の研究が一番進んでいるのがナオミのいる研究所なのよね。ねえ、研究所について気になっていることがあるの。重ねたちが護送したトラックだけど、あれは渡月から来たものなのよね。はい、登録情報はなかったんですけど、ルートから見て間違いなく渡月方面だと思います。あんな積み荷を取引しているのよ。渡月も怪異研究に何か関わりがあるんじゃないかしら。おいおい、何言い出すんだよ強化お姉様。渡月はそんな大それた場所じゃないって。そうか、お前は渡月出身で渡月教の伝道者だとか言ってたな。渡月は月を信仰してる宗教団体があるだけで、怪異がどうだとか聞いたこともねえぞ。でもあの積み荷の供給元よ。一連のことは何かつながりを持っている、そう思えるの。渡月の歴史は古いわ。その上、スオともセイランとも違う文化を築いてきた場所という意味でも得意だから。我々が知らない情報を持っていたとしても不思議ではないということか。これまで渡月を気に留めたことはなかったが、状況から考えると可能性はあるな。ナオミを助けるためのヒントだってあるかもしれないわ。まさか渡月に行くつもりか。移民の俺から言わせれば、偏僻でなんもない、クソつまんねえ場所だぜ。どうする、カサネ。君はどうしたい。渡月に行きましょう。うおっと、マジかよ、カサネ。カレンも言ってたでしょうよ。
セイランのご機嫌を損ねるような言動は慎んでろってさ。そのカレンだって信用しきれないわ。一体何を知っていて何を隠しているのか、それを知らなければ私たちは何も選べないわ。だがナオミのことはどうする？次は脅しじゃ済まないかもしれないぞ。はるか、お願いがあるんだけど。了解。セイランの動向と研究施設の監視は任せて、何か変化があったら連絡する。ありがとう、オンニキル。それじゃあ渡月に行くための準備をしましょう。やれやれ、嫌な雲行きになってきたな。なんだか強化と話したい気分ねえ。カゲラ、カレン連隊長が言っていた貸しって何のこと？
レン連隊長の勘違いか。ハッタリじゃねえの？そう。たびたびお呼び立てしてすみません。それは気にしてないけど、戦闘のことで私がルカの役に立てるのかしら。あなたはセプテントリオンだし、私よりも実力ははるかに上だと思っているんだけど。セプテントリオンだからですよ。大層な肩書きのおかげで、みんななかなか正直な意見を言ってくれないんです。そんなものなのかしら。人間そういうものですよ。その点重ねなら肩書きなんて気にせず正直に言ってくれそうですし、先日戦って感じましたが、戦闘のセンスが秀でています。だからぜひ僕の戦い方について意見を聞かせてください。わかったわ。そういうことなら正直に感じたことを言わせてもらうけれど。ええ、お願いします。そもそもどうしてハンマーを武器に使ってるの？体も小さいし、十分な筋力があるようにも見えないのに、ナイフとかもっと身体的特性に合った小さくて軽い武器を使った方が効率がいいんじゃないかしら。なるほど、ご意見ありがとうございます。でもそれは少々早合点だと思いますよ。どういうこと？確かにハンマーは一見僕の体格と不釣り合いな大きく重い武器です。でも僕の超能力は瞬間移動ですから、振りかぶったまま一瞬で間合いを詰めたり、敵の頭上に移動して重量任せに一撃を加えることも可能です。つまり僕がハンマーを使っているのは、自分の超能力を生かすために最適な武器を選んだ結果なんです。それに力強い見た目で相手に威圧感を与えられますし、あとはそう、持ち上げればいつでも筋トレできます。なるほどね。あ、すみません、つい正直な意見が欲しくて来てもらったのに、反論めいたことを言ってしまってはいけませんよね。いいえ、感心していたの。自分の超能力に合った戦い方をちゃんと把握していて、さすがだと思うわ。でもそこまで自分の戦い方を確立できているなら、なおさら他人に意見を聞く必要はないんじゃない？そうかもしれませんね。でも僕としてはまだ何か自分に足りないところがある気がするんです。今の強さでは満足できないということ？強さが欲しいというより、弱みをなくしたいという気持ちでしょうか。重ねにも指摘された通り、僕の体は小さいですし、日々鍛えているとはいえ筋肉もまだまだ少ない。今の戦い方はそれをカバーするためのものですが、同時に超能力に頼り切った戦い方でもあります。私たち合法チルドレンは多かれ少なかれ超能力に頼って戦うものだと思うけど。それはそうですが、例えばもし超能力が全く使えない状況になったらと考えてみてください。そうなれば
身体的な力に頼らざるを得ない。つまり今のままの僕ではほとんど無力ということです。超能力が使えない状況？可能性としてゼロではないかもしれないけど、随分限定的な状況ね。いえ、戦場では何が起きるか分かりませんから、あらゆる状況を想定して備えておかないと。そんなものかしら。あんまり極端な状況の心配をしても時間の無駄だと私は思うけど。そうですね、確かに少し心配しすぎだったかもしれません。そうやって不要な心配をするのは自分の力を信じられていないからじゃない？え、私から見てルカの戦い方には何も問題はないわ。問題があるとすれば精神的なもの、つまり自信のなさよ。驚きましたね。昔兄に似たようなことを言われました。お前は自分の弱さにとらわれていると。確かにそれが僕の一番の問題のようです。やっぱり重ねは戦闘以外でも鋭いですね。あなたに相談したのは正解でした。いろいろと言わせてもらったけど役に立ったのかしら？ええ、それはもうとても有意義な時間でした。重ねは遠慮なく話してくれるので、僕もつい普段は話さないようなことをいろいろ話したくなる。おかげで素直な気持ちになれるというか、肩の力が抜けた気がします。また今度話を聞いてもらえますか？ええ、構わないわ。私はただ普通に話しているだけだけど、それでもいいなら。もちろん、むしろそれがいいんですよ。重ねの普通が僕には新鮮なんです。普通が新鮮？やっぱりあなたたち兄弟って変わってるわね。でも満足しているみたいだから、これでよかったのよね。重ね、ガーデニングの話する？ええ、お願いするわ。ハーブだけじゃなくていろいろ育ててるのよね、つぐみは。そう、どんな植物でも育ててるといろんな声が聞けて楽しい。植物の声って文字通りの意味ではないわよね。うん、植物は言葉話せないから。だから何が言いたいか育てる側が考えてあげなきゃダメなの。こっち一緒に来て、お手本見せるから。植物のことになると割と積極的なのね。こういう街中の花壇もよく見るとどんな風に育ってきたか、今どんな状態かちゃんとわかる。こっちの花は一見綺麗に咲いてるけど、よく見ると下の方で葉っぱが変色してる。
病気にかかってるの。でも枝と根っこは無事だから、病気の葉を切ってちゃんと薬あげればすぐ元気になると思う。あ、こっちはみんな元気。でも少し水が溜まって根腐れしそう。水はけのいい土に変えてあげた方がいい。喋っちゃって。いいえ、感心してたの。知識の量もだけど、見た目でそれだけいろいろ気がつく洞察力も大したものだわ。あ、違うの、見た目だけじゃなくて超能力のおかげ。土の下を透視してるから、根っこの状態とか土の質とか普通は見えないことも分かっちゃう。だからちょっとズルしてる。そういうのはズルとは呼ばないと思うわ。自分の超能力を活用してるだけだもの。それに植物の状態を判断できるのは超能力じゃなくてつぐみ自身の知識があるからでしょ。ありがとう。もちろん投資できなくてもガーデニングはちゃんとできるから安心して。以前の模擬戦でも感じたけど、やっぱりつぐみの超能力は優秀だわ。あらゆる場所を偵察できるなんて。それにつぐみ自身も自分の超能力を理解して使いこなせてる。頼りになる戦力ね。カサネ、どうしたの？つぐみ、私と一緒に来ない？え、どういうこと？そのままの意味よ。このままセイランに来て私と一緒に戦ってほしい。行かない。私のためだけじゃないわ。ずるい言い方だけど、お姉ちゃんのためにもあなたの力が必要なの。ナオミのこと残念だけど、でも決めたから。ユイトたちと一緒に戦うって。その結果私と戦うことになっても。うん、その時は絶対に負けない。わかったわ。あなたがそのつもりなら勧誘は諦める。でも私も容赦はしないわよ。大丈夫、それでも勝つから。どうしたの？この木、内側がほとんど腐ってる。キノコの菌に寄生されて幹から根っこまでひどい状態。つぐみでも助けられないの？ここまで傷んじゃうともう治せない。放っておいたら風で倒れちゃうかも。ならその前に早く処分してしまった方がいいわね。私の念力で引き抜きましょう。そんな言い方やめて。でも突然倒れたら事故になるかもしれないわ。死んでしまう木なら早く片付けて。この木だって生きてるの。病気でずっと苦しんで死にかけてるのに、ゴミみたいに言わないで。わかった、無神経なこと言って悪かったわ。あ、私こそついごめんなさい。
本当は重ねの言うことが正しい。もう手遅れだし、早く切ってしまうしかないの。でもだからこそ大事にしなきゃ。ここでずっとみんなを見守ってくれた木だから、私たちも最後までちゃんと敬意を払わなきゃいけないと思う。そうね。ありがとう、分かってくれて。あと向こうの植え込みはね。つぐみって見た目通りではないのね。おとなしいけど、ただ言われるままじゃない。秘めた強さがある。不思議ね。なんだか気が合いそうな気がするわ。かさね、聞いてる？真面目に聞いてほしい。大丈夫、ちゃんと聞いてるわ。好きなだけ話して。カレン連隊長にも怪異化された大切な人がいる。ユイトと話した時そう言っていたよな、嵐。確かユイトが名前を言って、何だったか。その話ならいろいろと。よし、どこも問題はなさそうだな。それいいわね。戦闘用のマスクを使うことにしたの？いや、まだ使う予定はない。そうなの？新品に見えるけど。これは瀬戸さんが僕に残してくれたものなんだ。瀬戸さんが？遺品の整理中に見つかったらしい。いろいろあってやっと手元に届いたんだ。そう、よかったわね。ああ、でもこれを見ていると、瀬戸さんが僕にかけてくれた期待がとても大きいものに感じられるんだ。今の僕はまだこのマスクにふさわしくない。もっと強くなってから使わせてもらう。瀬戸さんはすぐに使ってもらうつもりだったんじゃない？もっと強くなったらって。具体的な目標はあるの？そうだな、瀬戸さんと同じぐらい強くなったら。それ何年後の話？すぐさ。そんな何年もかかるものか。僕が新入隊員だった頃、瀬戸さんはいつもお前ならできるって励ましの声をかけてくれた。あの人の期待に応えたい。そうでなきゃこのマスクをつける資格はないんだ。シデンは瀬戸さんのことが好きだったのね。そういえば以前、瀬戸さんの万年筆を誰かが拾ってくれたの。あれはもしかしてシデンだったんじゃない？だとしたらなんだ？やっぱりそうだったのね。あの時はありがとう。お前に礼を言われる筋合いはない。僕はただ瀬戸さんの持ち物を路上に捨ておきたくなかっただけだ。その気持ち
わかるわ。でもどうして私に渡してくれたの？あの万年筆は僕よりもお前の方が必要としていただろう。お前は瀬戸さんをいつも目で追っていた。憧れてたんだろ、あの人に。え？おい、まさか自分で気づいてなかったっていうのか？どうして試練は分かったの？見ていれば分かる。僕だってあの人に憧れてたんだ。でもお前と僕じゃ気持ちの種類が多分違う。違うってどんな風に？そんなもの自分で考えろ。自分の気持ちだろう。まったく。瀬戸さんへの気持ちなんて考えてみたこともなかったけど。とにかくあの万年筆はお前に譲ってやったんだ。粗末に扱ったら承知しないぞ。もちろん大事にするわ。あなたには随分助けてもらったし、改めてお礼を言わせて。なんだ急に。いいか、勘違いするなよ。時間が経っても気づくことってあるのね。試練に感謝しないと。タイの士気が下がったら僕だって困るんだ。そのお前を気遣ったわけじゃないからな。あ、ごめんなさい。もう一度言ってもらえる？考え事をしていて聞き逃したみたい。二度も言うか、クソ！それと万年筆のことなら瀬戸さんだってきっと同じ行動を取ったはずだ。そう。お前のことだってちょっとは気にかけてたはずだぞ。あの人は本当に器が大きかったからな。誰からも慕われる偉大な先輩で、僕にとってもかけがえのない人だった。僕の力を認めてくれる人はもういないが、瀬戸さんに追いつけるようこれからも努力を続けるさ。ねえ、思うんだけど、瀬戸さんのようになるのが目標なら、人に慕われる努力もしたらどうかしら。そんなことをしてる暇があるなら、まずは実力を身につけるべきだろう。有無を言わさず認めさせるだけの強さがあれば、人は勝手についてくるさ。なら今の試練にはまだ人がついてくるほどの強さがないわけね。悪いか。どうせ僕はまだ瀬戸さんの足元にも及ばない未熟者だ。自分の現状を理解できているならいいじゃない。今後努力を重ねて追いつくつもりなんでしょ？はん、そうだと思う。ずっとこのままのわけがないさ。今に見ていろよ。ええ、楽しみにしているわ。お前を見ているとどうも腹立たしくなるな。私は特に何かした覚えはないけど。お前が悪いと言いたいわけじゃない。お前ごときに先を越される自分に腹が立つんだ。見ていろよ、カサネ。僕はこの程度で終わる人間じゃないからな。実に頼れるやつだ。人間性はともかくとしてな。それって褒めてくれているのよね、シデン。あら、カサネ。キョウカ、どうしたの？大丈夫？ごめんなさい。ちょっと待って。また頭痛が。大丈夫。もう収まったわ。まだ顔色が悪いわよ。少し休んだ方がいいんじゃないかしら。いいえ、そろそろはアジトのお掃除をしないと。みんなに迷惑はかけられその状態で無理をされるより
休んでいてもらった方が私たちも安心できるわ。お願い、教官。分かったわ。お言葉に甘えてしばらく横になっているわね。ほら、私の秘蔵の栄養ドリンクを飲んでおけ。賞味期限もまだギリギリ平気だから安心していいぞ。僕は他人の面倒を見るために海抜群にいるわけじゃないぞ。絞ったタオルはここに置いておくからな。みんなごめんなさい、心配かけてしまったわね。たまには心配をかける側になるのも悪くないだろう。無理せずに今はゆっくり休むことだね。せっかくの居心地いいアジトを強化に掃除されたくないしな。めんどくさがりの嵐にひねくれ者の試練まで動かすとは、さすが強化お姉様の人徳は半端ねえな。そういう陽炎も何かしたらわからないかね、カサネ君。俺はこうして強化の代わりにみんなを温かく見守ってるのだよ。とにかくこのままじゃ落ち着かないでしょうから、少し強化を一人にしてあげましょう。強化、具合はどう？脳波は安定、脈拍も正常値、何も問題はない。強化、今のは？え、あ、ごめんなさい、また昔の私が出ちゃったみたいね。疲れて余裕がない時とか何かに集中していたりするとふっと出てしまうみたいなのよ。どういう感覚なの？急に別の自分になってしまうって。そうね、私も特に意識はしていないのだけど、別の自分というほどはっきり区別もできなくて、正直に言うとどちらが本当の自分なのか私自身もよくわからないのよ。難しいのね。でもどうせわからないなら自分のなりたい方を選べばいいんじゃないかしら。いいことを言うわね。ありがとう、カサネ。確かにその通りなのかもしれないわ。そう、自分で選べたらいいんでしょうね。うん。さあ、おかげさまでもうすっかり元気になったわ。本当に大丈夫？一人でみんなを支えようとしないで、強化ももっと私たちを頼っていいと思うわ。気持ちは嬉しいけど本当にもう平気よ。それに早くお掃除したくてうずうずしてるの。みんなに甘えさせてもらった分隅々まで綺麗にしなきゃ。あ、そうだわ、お礼代わりにみんなに手料理でも振る舞いましょう。あの様子だと本当にもう元気になったみたいね。私もトレーニングでもしてこようかしら。これは一体何が起きたの？私が少し離れている間に。重ね、強化が。強化がどうしたの？強化が掃除をしていった。私はもうダメだ、早く強化を止め。掃除？荒らされたようにしか見えないけど。試練、あなたもどうしたの？強化が手料理を作ったというから、口に入れたら全身にしびれが。くそ、見た目でやめておけばよっか。そんな、しっかりして試練。やっぱり家事をすると気持ちが引き締まるわね。あら、カサネ、どうかしら、部屋が見違えるようになったでしょ。クッキーも焼いたからよかったら食べて。私は遠慮するわ。あら、食欲がないの？
それはいけないわね。お粥でも作ってみようかしら。これからはアジトの家事は絶対に強化にやらせないようにしましょう。でないと強化の体調だけじゃなく私たちの安全も危ういわ。思えば重ねとも長い付き合いね。訓練生の頃から今まで重ねの成長にはいつも驚かされてばかりだわ。そうなのかしら。自分ではどう変わったかよくわからないけど、あなたはとっても立派になったわ。これからも見守っていけたらいいわね。私に心を開いてくれているわよね。感激だわ。ちょっと大げさすぎる気もするけれど、でも確かに強化とは話しやすいわ。カゲロウ、どうしてそんなに渡月に行くのを嫌がるんだ。故郷なんだろ。ひもての自然君にはわからない深い悩み。何があるのよ。ああ、モテる男はつらい。悪かったな、ひもてで。ありがとう。あら素敵ね。なるほど、悪くない。
か。感謝してやってもいいぞ。見る目があるね。気が利くね。
初めてブレインフィールドを使った時、やけにスムーズに展開できたけど、あれもバイアスの効果なのかしら。おそらくそうだろうね。バイアスの働きによって感情の揺れが一時的に激しくなったんだろう。バイアスは有用なシステムだとは思うが、リスクがあることも確かだな。どいてもらうわ。次仕留めた。はっはっ、くらえ。行きましょう。成功ね。敵は全く気づいてなかったわ。ここで終点ね。はい、なかなかいいものが手に入って決めるわ。やあ、いける。終わりだ。カサネ、超人のスピードじゃあの怪異には対抗できないわ。サスを使った方が良さそうよ。今ならいける。いや、私がやる。ズミン、カサネ行きなさい。どいてもらうわ。気を抜かないで。仕留めた。はっ、くらえ。行きましょう。気を抜かないで。気を抜かないで。ここで終点ね。はい、無駄よ。カサネ行け。行ける、ズミン。はぁ、はっ、集中して。よし、決めるわ。終わりだ。僕のドライブを見せてやる。逃がすな。ドライブだ。私がやる。ズミン、カズメちゃん、いっけ。
カゲロウ様の大活躍を楽しみにしてるファンたちもいるんじゃないの？はあ？どいてもらうわ。
資料で知ったわ。両親を怪異に、それでランドール家の養女になったのね。苦労したのね、カサネ。いいのよ、私のことをお母さんって呼んでも。止めてもらうわ。さ、遠慮せず。ありがとう、教科。でも間に合っているわ。ここで狙いどころを見つけたわね。はい、行きましょう。気を抜かないで。カサネのとどめが効果的だったわね。敵が珍しいものを殺していったわよ。はぁ、あ、なかなかいいものが必要だよ。手に入ったわよ。決めるわ。教科お姉様って戦闘の時はキャラ変わるよな。よく言われるけど自覚はないの。カゲロウこそたまに妙な貫禄を感じることがあるわよ。ふっふっふ、隠しきれない大物感、やっぱり感じさせちゃう。そうやって茶化してごまかすところがあるのね、カゲロウ。気を抜かないで。行きましょう。カサネちゃん、お疲れさん。次、ナイス先制攻撃。僕を頼ってしまうのも仕方ないことだから。はあ、どいてもらうわ。
今のは鮮やかだったな。僕には踊るな。どいてもらうわ。次。地中に隠れられるとでも足も出ないわね。ここで終点ね。様子を伺ってみて。はあ、行きましょう。重ねにいいところを持っていかれたか。